験生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。あ、JJ いくんじゃない、ダメ、ハンマー、もうじゃあ、ハンになったらジャガさん出ますので、今約束しましたので。寒いんだ。ジャガさん、舞台出るんですかっていうコメントありましたね。あの、また、あの、細かく言ってったら連絡します。はい、ぜひ、関東地区の人、見に来てください。中野、ザ・スポットっていう。ジャガさん、あと5分ですよ。あと5分です。じゃあ30分まで。何か。何かってことですかね。え、JJ 君、今、勉強してるんですか。そうだよ。ああ、どんなのやってるの。今回は、あの、ま、なんて言うんですかね、あの、国語とか古典は正直捨てて、あの、これ捨てるんじゃねえよ、お前。むっつりと数学、はい、あと、まあ、地理に今ちょっと結構全振りしてる感じですかね。ああ、あれですか、あの、数学はどんなことやってるんですか。どんなこと、ベクトルとか、うん、は、まだかな、それ数式に入っちゃったんだよ。だから、ああ、そうだ、うん。今は、図形とか円とか、点と点の距離、まだあれやってるよ、サイン、コサインは。三角比、三角比は去年やって、三角関数また次を頼むじゃない。ああ、そうですね。なるほど。やっぱりあの辺がちょっとミソかな、三角関数が。物理やってると自然と出てくるから、もうやってるようなもんだけど。ああ、そうなんだ。ね、なるほど。いっぱいコメントいただいてますね、今日はありがとうございます。なんかいつもより多いね。コズリンさん。先生、肌と歯綺麗ですね。他汚いってことでしょうか。まあよく言われますね。肌は汚い、綺麗だってよく言われます。さあ、いつ記者の方も YouTube やるんですかってちょっとわからないです。意味がわかりません。すいません。ジャガーさんのまつげ見たい。多分見れないですね。タツママさん、人に感謝される仕事ってなかなかないから、息子もドクターになってほしい。あのね、僕も、まあ、JJ だけじゃなくてね、世間の方になってほしいです。あの、医者って職業すごくいいですよ。理由は、こんなに人から感謝される仕事ってないですよ。こんなリアルに毎日のように感謝していただける仕事ってないですよ。めっちゃやりがいがあります。だから目指してほしいです。あの、正直ね、お金持ちにはあまりなりません。まあ、生活はできる程度ですけど、だけど、やりがいですよ。やっぱり仕事ってやりがいじゃないですか。やりがいある仕事は続けられますよ。ぜひ目指していただきたいですね。あと3分で、ジャガーさん出ますので、よろしくお願いします。ミルカさんですね。先生、足大丈夫ですか？ダメなんですね、実はね。膝の調子が悪くって、すごく辛いです。すごく辛いんですね。本当歩く、足伸ばしたりするのも痛いんですよ。いや、本当困ってます。照ノ富士の周囲。いや、そこまでじゃないですか。人体、あ、甲状腺に人体実は痛めたんですよ。だからちょっと辛いですね。さあ、JJ 君、笑うと可愛いですね。ね、可愛いよね。うん。JJ 君、めちゃくちゃかっこよくなりました。さ、そういうコメント多いけど、意外にモテないね。ここは悩みだね。いや、多分、いや、だから予想なんだけど、はい。多分、まあ、マダムに多分ウケるだと思うんだよね。ああ、マダムたちにね。ウケる。若い同世代に。受ける層が多分全然近くて。はい。なんか多分若い子って、まあちょっと自分もちょっと正直時代遅れになってるのか分かんないけど、まあ多分おそらくモテるのは、まあ、韓国系の子だと思うんだよ。韓流系の。ああ、韓流系の顔。でも、どっちかというとお父さん系じゃないじゃん。薄い系の顔の人が多分好きだと思うんだけど。ああ、なるほど。じゃあ、がっつり濃い。はい、ジャガさんに変わりまーす。何でそれ持ってっちゃうんだよ。何それか、これゲームか。何言ってる一体。いや、いつもパソコンで見てる。何言ってる一体。皆さん、こんばんは。じゃがいこたです。片付けてから言ってるよ、これ。え、まだ食べてる途中だから。みんな怒るよ。2時間ぐらい前まで試合をしておりました。が、しかし、試合はガンガンやってたので、どこも痛めておりません。そして、今日も勝利に終わりました。なので、これはですね、つまんねえ挨拶。ね、笑ってんじゃん、面白いってことじゃん。ねえ。コメントないの。なんだよ、一体。いや、当たりの時は質問した方がいいですよ。じゃあ、JJ 君からちょっと、ジャガーさんを回してくれませんか。こうやって。第一印象は、めっちゃジャガーさん顔赤くない？
で、もう一本、二本目めっちゃ赤いじゃん。まつげ長くなった。長いね、結構これ。あとなんか目腫れてる、なんか腫れぼったいだけじゃん。あ、そういうこと。元19833さん、息子になってほしいです、だって。あ、どうぞどうぞ。やってるんですよ。結構大変ですよ、うん、気難しいんで、結構大変ですよね。ジェジェは私に似てるから、私は死ぬほど可愛いんだけど、死ぬほど可愛いんだけど、たまにムカつく。でもあんまり春季の割にはあんまり上がらないよね。あの、ジェジェちょっと少し会話してもらえますか。食べろよ、お前出てんだから。なんかさ、あの、まあなんか、まあ多分おそらく年齢で言うと、年代で言うと思春期っていうふうに入ると思うんだけど、なんか終わった気がするんだよな、なんか、あの、ああ、そうだ、思春期。こいつね、入ってるのが多分めっちゃ早くて、小3か小4ぐらい多分入ってると思う。いや、もう悪いけど、お前5歳ぐらいから生気だとは。いや、それ反抗期でしょ、それは。まあ、春季も反抗期だから。いや、だから。とは限らないけど、まあまあ、そうだね。そういや、なんかそんな気もするね。ちっちゃい時は生気だったよ。なんか、その物事に、超絶、なんだろうな、その、なんでも歯向かうはもう特権ついてるし、あとなんかその変に照れたりとか、なんか変です。なんか今固執するようになったから、何かって。いや、ジャガーさん出たらもう623名の方いらっしゃいますね。早く増えたよ、すごいね。さあ、アンナハッピーさん、私はプロレスラーを目指していて、リアナに劇場を送ってみようか悩んでます。なぜ、なぜか、なぜか分かる。今ね、今ね、一番年齢いってプロになった選手が、リアナが49で入門して50でデビューした子がいるんですよ。卑弥呼って言うんですけど。でも本当にあの縁があって、今の時代って年齢関係ないので、若いと小学校の子も入門しますし、だから一番上だと50でやっぱ入った人もいるぐらい幅広い時代になってるんですね。まあ、あと60過ぎたら私がまだやれてるっていうのがあるのかもしれないんですけれど、本当に年齢層が、うるせえなおめえは、年齢層が、あの、た、なんていう、長いというか、期間が長いと思うので、ぜひ、興味がありましたら、あの、オーディション受けてください。今は、オーディションの日って決めてなくて、個人でも、あの、受けられるので、あの、ディアナに、相談いただいて、私か井上京子かが、あの、長検査をすると思うんです。でね、こっから先は私の部分だから、どういう喋り方でいいじゃん。静かにしてろよ。ね。どういうんでも、そういうのがいいから減らないで増えてるんだから。お前黙っとけ。さあ、行きましょう。木下先生の信念が素晴らしいです。全然素晴らしく。当たり前におっしゃっていることが、実は大変なことなんです。どれだけ、お心の広い方なんだと改めて尊敬します。狭い狭い、大変珍しいコメントですね。いや、この人が勘違いしてる。大変珍しい方いらっしゃるね。ほんと狭いから。いや、ね、全然家では狭いよね。いや、でもめっちゃナルシストじゃない。そんなクソどうでもいいコメント読むね。ほんとだよ。かましいわお前。クソよくないけど、クソよくないってことはないけど、あの、ちょっとあの木下褒めると新しい違和感。さあ、美奈子坂田さん、ジャガーさん、妻として、母として、人として、ジャガーさんの考え方をとても尊敬しています。ありがとうございます。そんな人も少ないので、ありがとうございます。さあ、MMNTY さん、ジャガーさんと JJ 君の夏休みの予定を立てたそうですが、今年も海外ですか？うん、そうなんですよ。ハワイ行くつもりです。まあ、ハワイはね、あの、JJ の故郷でもありますので、ちょっとした合間にね、行かれたらいいなと思ってますので、今年の、ちょうど私の試合のない期間に行ってまいります。10日ぐらい行ってきます。え、JJ はなんかしたいことあるの？いや、なんか特にあんま決めてないんですけど、なんかまあ、あの、空気感というか、まあ、雰囲気をまあ味わえたらいいか。海外好きだから。ああ、まあね。お、アンナハッピーさん、年齢わかりました。ミラン選手と同い年です。あら、もうそっくざ入ってきて。私が手取り足取り、教えます。いいね。いや、でも、ね、才能がミランと一緒とは限らないから。何？いや、才能。いいの。いや、才能がミラン。才能は、あのね、早い人もいれば遅い人もいるし、着実に頑張っていけば平均値は取れるよ。それにセンスがあれば、ぐんといく。だからそれをやってみなければわかんないので、ただ努力、頑張るっていうことが大切。
あと、目指すものを持たないとダメなの、人は。それが何でもなっても。うん。まあ、それはそうだ。さっきやっぱり、木下が医者で、やっぱ素晴らしいですと、皆さんを助けてっていうお話もありましたけど、分かりやすい職業ですよね。医者って特殊ですし、大変な思いして、やっぱり国家試験を受かってるわけですから、それにはもちろん叶わないんですが、まあ小規模で言えば、私がプロレスやってたら勇気をもらいました、元気をもらいましたっていうお言葉をいただいたりすることも多いので、やっぱどの職業でも、やっぱ、頑張ってる人っていうのは、それを見てる人っていうのは頑張れるんですよ。やっぱ私も頑張んなきゃと。だから、自分で選んだものに対して、しっかりやっていく、頑張っていくと、やっぱ人は輝いていられると思うので、それは芸能人とかそういう問題だけではなくてですね、やっぱり自分の選んだものを一生懸命やるっていうことが、皆さんに役立ってることなので、自分の目標をしっかり決めるってことはすごく大事だと思います。さあ、タナキティさん、生意気言ってても JJ 君自分持っていていいと思います。うん。だから JJ のファンって、ね、意外にいますよ。僕も外来で来てくださる方の9割は JJ のこといいって言いますね。うん、だから意外と JJ のファンが多かったりするのよ。だけど、別にこの子は、口悪いけれど、変なことも言うけれど、人に迷惑はかけてないんだよね。人に、他人様には。そうないですよ。だから、それが違和感あるなと思ったら、見なきゃいいことなので。そう、うん、こいつの発言とか、なんか行動が生意気だと思うかもわからないけど、うん、人に迷惑はかけてないですよ。そうそう、害を与えるとか、やっぱ暴力的でもないし、JJ は。これはね、麹町中学の校則と同じですよ。すごいと思う、ね。いや、ほんと、だから人に迷惑かけないのに、なんで皆さん言うのかなって不思議ですね。まあ、口が達者なとこがイラッとくるぐらいで。ね、迷惑かけなかったらいいんじゃないのかな、うん、いいと思う。害を与えなければいいと思う。だから、害を与えられたって思う人は、見てて違和感っていう人は見なきゃいいので。多分ね、多様性の時代についていけてない人がそう言うんですよ。だから人のことはいいから、そう、人のことはいいから。人に迷惑かけてなかったら、今はいい時代だよ。よしと言う。だって、なんか YouTuber のいっぱいいろんな人いるじゃないですか。そういう人がすごい、フォロワー数とか、それが多いわけじゃない。そうですね。だからそういう時代になっているから、だからまあ、木下も JJ も好きなこと言ってんだと思うんだけど、そうですよ。まあ私も個人的にはあまりはっきりものを言うタイプなんで、この二人ほど非常識なことは言いませんが、私も好きなことを言ってますし、口もあまり良くないので、だけど、やっぱファンがいてくれたり、根強い応援してくれてる人がいらっしゃいますからね。だから今も私が元気に頑張れるっていうのは、ありますね。もうね、この間ね、何のコメントだったか忘れましたけど、もう本当、俺ちょっと正直笑ったんだけど、もうジャガーさんはね、大変素晴らしい人です。うん、だけど、男を見る目がなかったですねって書いてあったんですよ。この2人の男はね、本当に見る目ダメですねって書いてあった人がいたけど、2人って JJ も、そうそう、それはちょっと許さん。うちの息子は言わないで。笑っちゃうよね、ほんまね。うちの息子は、まあ、まだ足りないけど、絶対にこれからどんどん、なんとかね、いろんなことを感じ、考え、うん、成功していく一人でありたいと思っていますので、それを信じているので、JJ だけはちょっとだけ固めつぶってみてください。気にしたらいいですよ。さあ、サホさん、ジャガーさんと JJ 君のハワイの動画、今年も楽しみにしてますが、うん、確かにね、去年すごく好評でしたね。どうだっけ？そうそう、JJ 頑張って撮ってましたね。今年も JJ 撮る？まあ、なんかイベントがあればいいけど、なんか結構意外と日常普通すぎてあんまないんだよね。いや、いいじゃないですか、どうやっていくとかさ、そういうところ撮ってほしいね。ライブする分にはいいかもね。なんか自分がアメリカに留学した時も、店行った時もライブしながらどっかで回ったりとかしたから、まあある意味ありかもしれない。ライブっていうか、生ライブじゃなくてね、撮っとくべきだよね。で、インスタライブとかでも何でもいいんだよ。うん、まあ時間を計算してね、日本とのあれをまた見て、まあ木下がいる時間帯と重なった時にね、まあもうやりたかったらやるわ。そうね、まあ状況がやりたかったらしく、タイミングが合えばまた事前に告知してやらせてもらいます。ジャガーさん、インスタライブしてみない？一回目でもないでしょ。なんでジャガーさん、やりたくないんで。いや、やった方が絶対人集まると思う。いや、呼ばなくていいんで。小規模だから。私は人のところにお邪魔するからいいなと思ってるだけだから。
いやでもさ、いやそう、いやだおちゃんが行くよりも圧倒的にコメント多く来るし、しかも、まあ、ジャガーさんお前より有名だからしょうがないんだ。だからやった方がよくない。いやジャガーさんはファンに合わせようとしてるんだよ。おちゃん別に合わせる気もあったり。違うんだよ。私はプロレスラーだから、どうしても会いたい人はプロレスの会場に来てっていう考え方なのよ。だから別にテレビでどうとか、大衆に受けようと思ってないので、私のファンは私を見たいために会場に足を運んでくれるっていうこと、そしてファイトを見てもらう、これが私の一番の望みなので、別にあのインスタライブで人気上がろうとかそんなあんまり思ってない。いやいや、インスタライブで人気上げるっていうよりか、そんなにファン大切にするんだったらそれがやってあげてもいいんじゃない。いや私は少人数のファンを大事にしてるから全部。あそう、うん、まあ大事だから、うん、見てればわかるでしょ、私の近くにいるファン。もう大事だよ、その一人でも十人でも。オッケー。うん、本当に何人でも関係ありません。じゃあリエコさん、ジャガーさんこんばんは。こんばんは、リエコさん。昨年足の手術が心配で、うん、ジャガーさんにエールいただきました。うん、